巨歴、大きい巨歴と小さい巨歴。大きい方は、エルベ川の川床から引き上げられた迷子石、アルター・シュベーデとは、流径2 5 6ト、mm、ル以上の粒手である。地質学などにおいて、堆積物や堆積岩の構成岩石を大きさで分類した時の最も大きなもの。一般に、一連の堆積構造の中で最も仮想に存在することが多い。 特に堆積構造の下が火、非ナリーワや変成岩などの場合、その一部が割れるなどして、堆積構造の最下層に堆積する、規定歴岩に多く見られる。砂岩の中にもしばしば観察されるが、一般的に泥岩中には存在し得ない。巨歴が水の力を利用して運搬される場合、運搬を開始するには、非常に大きな流速が必要である。しかも、 流速が減少すると停止しやすい。そのため、大洪水や鉄砲水の際に運ばれることが多い。また、土砂崩れ、山体崩壊、火災流などでも、巨歴を生じるとともに、それが運搬される。とりわけ大きな巨歴としては、日本では、白山市の百万冠岩などが有名である。金宝山の頂から見た五条岩本文の転挙では、内資料、発行年順。 ありがとうございます。